統一の像とは、インドのクジャラート州、ナルマダー県にある、インド建国の父の一人とされる指導的政治家、バンラブバー・イーパテールをかたどった像である。統一の像はそれまで最も高かった、ロヤマ大仏を超える、世界一高い像として完成し、その高さは182メートルである。ただし、同じくインドのムンバイに建設中のシバージーの像が、212メートルの、 高さで2021年に完成することとなっており、この世界一の座は、短命になる予定である。像は、バドーダラー市から南東に、約1 0 0トルの中洲地帯に位置しており、その川は下流にあるサルダルサロバルダムの方を向いている。この像と、周辺施設は2ヘクタールの土地を占有しており、広さ12平方キロメートルの人造庫に囲まれている。像の建設工事は、 受け負い契約を298億9000万インドルピーで落札したラーセントゥブロによって行われた。建設工事は2014年10月31日に始まり2018年10月中旬に完了した。像のデザインはインド人彫刻カラー,ームイスタールが担当した。 パテールの生誕143周年記念日である2018年10月31日に、インド首相、ナレンドラモディ主催の落成式が行われた。バルダブバーイ・パテールは、インド共和国建国の父の一人とされている。統一の像、統一の像の建設プロジェクトは2010年10月7日に、初めて公表された。プロジェクトを支援するため、 統一の造運動が開始され、インドの農家に使い古した農具を寄付するよう求めることで必要な鉄材の調達を助けた。最終的に5000トンもの鉄が集められた。当初、寄付された鉄は造の材料として利用される予定だったが、後にプロジェクトの他の用途に使われることが決定された。2013年12月に行われた乱放ユニティの 様子プロジェクトへの支援を目的として、2013年12月15日には、ラン乱ーユニティと題するマラソンが、グジャラート州南部のスーラトで開催された。統一の像は、インドの初代副首相、バラブバーイ・パテールをかたどっている。パテールはインド独立運動における主要な指導者の一人であり、数百の反王国を帰属させることで、現在のインド共和国を成立させた功績が、 認められている。この構造物の全高は台座を含めて240メートルである。像のデザインはインド人の彫刻カラーム、ブースタールによるものである。統一の像の建設プロジェクトは資金のほとんどをグジャラート州政府が調達する官民、パートナーシップモデルの事業として実施された。州政府は2012から2015年度の予算からこのプロジェクトに 計60億インドルピーを割り当てた。2014から2015年度のインド連邦予算からは20億インドルピーが像の建設のために割り当てられた。建設工事中の統一の像世界の像のサイズの比較。左から統一の像、ロヤマ大仏、自由の女神像、母なる祖国像、コルコバードのキリスト像、ダビデ像、ターナーコンストラクションと、 マイケル・グレーブス・アソシエーツ、並びにマインハルト・グループからなるコンソーシアムが、統一の像建設の監督者に任命された。プロジェクトは完了までに、約56ヶ月を要するものとされた。インド政府は、プロジェクトの総工費を、約206億3000万インドルピーと評価した。プロジェクトの第一フェーズの受け負い契約への、入札募集は2013年10月に開始され、 2013年11月に締め切られた。パテールの生誕138周年である2013年10月31日、当時グジャラート州首相を務めていたナレンドラモディが、統一の像の礎石を据えた。2014年10月27日、インドの建設会社、ラーセントゥブロが298億9000万、インドルピーの入札価格で像の設計。 建設及び維持の契約を落札した。ラーセントゥブロは2014年10月31日に建設工事を開始した。プロジェクトの第一フェーズでは、メインとなる像の建設費として134億7000万、インドルピー、展示ホールとコンベンションセンターの建設費として23億5千万、インドルピー、それらの施設を周辺地域と結ぶ橋の建設費として八億三0 0 0万、 インドルピー、完成後15年間の像の維持費として65億7000万、インドルピーが費やされることとなった。ラーセントゥブロは、建設工事にあたり3000人以上の建設労働者と250人以上のエンジニアを雇用した。像のコア部分には21万立方メートルのセメントコンクリートと6500トンの鉄骨構造、18500トンの鉄筋が使用された。 像の外角には1700トンの銅板及び1850トンの銅被覆材が費やされた。インド国内には適した設備が存在しなかったため、銅パネルの製造は中国で行われることとなった。像内部の高さ153メートルの地点には200人を収容する展望ギャラリーが設置された。像の両足の内部には角2機のエレベーターが配置され、 訪問客をギャラリーに輸送することができる。建設工事は2018年10月中旬に完了し、2018年10月31日にはインドの首相ナレンドラモディが主催する落成式が行われた。統一の像はインドの高度な工学的技能の証であると評されている。統一の像周辺の観光インフラ開発を目的とした政府による土地の収容は、 タドビ族に属する地元部族の反発を受けることとなった。地元部族には、金銭、土地の保障並びに雇用が提供されている。メーダパトカルやグラッドソン・ダンダンのような社会、活動家もプロジェクトへの反対を表明した。2014から2015年度のインド連邦予算から20億インドルーピーが、統一の像プロジェクトに割り当てられた際、 一部の人々や政党は、その決定を批判し、女性の安全、教育、農業計画など、他の優先事項に予算を回すべきと主張した。グジャラート州立法議会における野党のインド国民会議は、ラーセンツブロが、銅版の供給契約を、中国南昌市に本拠を置く、チョンシュトキンカンパニー参加の TQR とファウンドリーと結んだことを批判した。批判を受け、 ラーセントゥブロは中国から銅板を調達するコストはプロジェクト総価値の9%にも満たないと弁明した。またパテールはインド独立の英雄ではあるが一方でヒンドゥー至上主義団体の民族義勇団とつながりがあったとされるなどヒンドゥー教に傾いていた人物である。このためイスラム教をはじめ様々な宗教が混在するインドでは パテルを公に称賛することははばかられるところがあった。そのような人物の巨大な像が建設されるようになった背景には2014年の総選挙でヒンドゥトバを掲げるインド人民党が政権を握って以来イスラム教など少数宗教への攻撃が強まっていることと関連づけインドの安部を浮き彫りにしているとの見方もある。ありがとうございます。